バスケの神様と言われ、常にトップを走り続けてきた NBA 界のレジェンド、マイケル・ジョーダン。そこで今回はジョーダンが心の底から天才と認めた選手、6人を紹介していきたいと思います。はじめに紹介するのはザイオン・ウィリアムソンです。ザイオンは八村と同じく2019年のドラフトに参加し、全体1位指名でペリカンズに入団しました。規格外のフィジカルと圧倒的なジャンプ力、そして何よりも試合中にバッシュを破壊してしまうほどのパワーを持ち合わせた化け物プレイヤーです。そしてジョーダンはそんなザイオンのことを、エナジーがあり影響力のある選手と語っています。ジョーダンが初めてザイオンについて語ったのが、ザイオンのデビュー戦直後で18分の出場に対して22得点、7リバウンド、3アシストとルーキーとは思えない記録を残しました。試合を観戦し終わったジョーダンはインタビューでザイオンについて、まだルーキーということもあってやるべきことはまだまだたくさんある、でも彼がプレーの中で見せるゲームへの情熱はリーグにとって本当に素晴らしいことだと思うと語っており、ザイオンに対して称賛を送っていました。その後もジョーダンは、 NBA はゲームに対する確かな情熱を見せてくれる、才能豊かな若手がいることはチームにとって良い結果をもたらせてくれるので、ザイオンのような選手はそう簡単に手に入れることができない、だからペリカンズは恵まれているよとザイオンに対しての称賛の声が止まりませんでした。またジョーダンはオフコートでもザイオンのことを絶賛しており、ザイオンモデルの場所を独占契約してがっつり稼がせてもらうよ、ザイオンにはそれだけ才能があると僕たちは思っているし、これからも期待しているよと自身のビジネスにもしっかりと絡めるほど、まだデビューしたてのザイオンに対して輝かしい評価をつけています。そんなザイオンの場所は2021年の4月の23日に発売されており、7年で78億円の契約を結んでいます。そりゃ試合開始40秒で自分のバッシュを破壊してしまうんですから、もう自分専用のシグニチャーモデルを作るしかないですよね。ちなみにこの一連の事件でもっと丈夫な靴を作る必要があるとナイキの株価は1200億円ほど下がってしまったらしいですよ。そんなジョーダンから1名置かれているザイオンですが、現在は度重なる怪我が原因で試合に出ることができず、いざ試合に出たとしてもファンからは、なんかザイオン大したことないな、大学の頃のザイオンが一番エグかったな、などとファンの間ではザイオンの活躍に関して辛口コメントをされてしまっています。確かにデューク大学の頃のザイオンは怪物という名前がぴったりくるほど圧倒的な存在で、一人だけ頭が一つも二つも飛び抜けているような選手でした。そんな彼が怪我のせいで NBA 界から消えてしまうのは悲しいですし、ジョーダンから期待されているザイオンが怪我から立ち直り、とんでもない活躍を見せてくれると信じたいですね。続いて紹介するのは、先日引退表明を撤回した NBA 界のキングことレブロン・ジェームズです。皆さんご存知の通り、レブロンは NBA で常にトップを走り続けており、ジョーダンと比較されることも多々あります。そしてジョーダンはそんなレブロンのことを世界で指折りの選手と語っています。レブロンは高校から NBA 入りして17年もの間、常にジョーダンと比較されるほどの活躍をしている選手です。そんなレブロンは20歳の頃からその才能を見せつけており、2005年の3月のラプターズとの一戦において56得点10リバウンドというルーキーながらもとんでもないスタッツを残しています。ちなみにレブロンはジョーダンと同じ背番号をつけており、過去何人もの選手がネクストジョーダンとしての道を歩もうと試みましたが、ことごとくそのプレッシャーに押しつぶされて NBA を去っていきました。そんな中でレブロンだけがそのプレッシャーに打ち勝っており、 NBA で大活躍を収めているんです。またキャリアを通じたスタッツに関して、レブロンは得点、リバウンド、アシスト、シュート成功率、どの数字においてもジョーダンを上回っており、こういった数字の面でもレブロンの方が優秀だと言われる根拠の一つ、そしてジョーダンがレブロンを天才と認めている判断材料にもなっています。そんなジョーダンはレブロンに対して、世界でも指折りの存在だと思っている、それに私は彼のファンだし彼のプレーを見るのが大好きなんだと語っています。またジョーダンは元チームメイトであり、常にデュオとして活躍をし続けてきたスコッティ・ピッペンがある日の番組ではっきりとジョーダンよりレブロンの方が上だと発言しているんです。これにはスタジオにいたスタッフ全員が声を上げて驚いています。ちなみにこれを見た時、僕も全く同じ反応をしてしまいました。ただその一方で、レブロンがジョーダンに唯一勝てない部分はクラッチ力だね、まあそこは遺伝子レベルの問題だからさほど気にすることはないけどねとレブロンを称賛しつつ、ただ唯一の欠点を挙げていました。常にジョーダンと共にプレーをしてきたピッペンがここまでレブロンの方が上だと断定してしまうなんて、改めて偉大さがわかりますね。またジョーダンにファンとも言われるなんて、本当に生粋の天才なのでしょう。
次に紹介するのはティム・ダンカンです。ダンカンは1997年に全体1位指名でスパーズに入団すると、19年間移籍することなくスパーズで一筋で活躍をし続け、5回もの NBA チャンピオンにチームを導いたスター選手の一人です。ちなみにダンカンといえば、ベンチで笑っていただけで退場になってしまうという理不尽すぎる話が有名ですよね。個人的にもこの話には意味がわからなすぎて大爆笑をしてしまいました。そんなダンカンについてですが、ジョーダンはダンカンのことを天然型の天才とコメントとしており、彼の才能は無視できないよとも語っています。ジョーダンが無視できないと言ってしまうとは相当注目されていることがわかりますね。そんな2人が初めて試合をしたのが1997年の11月の3日。当時のダンカンは NBA デビューしてから3試合しかしていないただのルーキーであったのにもかかわらず、I've watched him a lot and I know what a great player he is, but I've never really そしてその試合の中でダンカンは試合終盤にゴール下でパスをもらうとそのまま豪快なダンクを炸裂させ会場も湧き上がります。この試合は常に僅差の戦いでダンカンもジョーダンを本気にさせるほどの活躍をしますが、この試合は残念ながらスパーズの負けとなってしまいました。しかし4ヶ月後にはまたもや両チームの試合が行われることになると、この試合でも2人の戦いは白熱を見せ、ダンカン自身もルーキーとは思えない活躍ぶりを見せました。その試合後にジョーダンはダンカンに対して、とコメントをしています。ルーキーシーズン上がりのダンカンに対してジョーダンがこれだけベタ揉めするのは正直前例がないほどに珍しいことです。ちなみに少しジョーダンから話が逸れてしまいますが、ダンカンのトラッシュトークに関して史上最高のトラッシュトーカーであるケビン・ガーネットがとある番組で、みんな信じるかわからないけどダンカンにだけはトラッシュトークを仕掛けない方がいいよとコメントをしているんです。続けてガーネットは、ダンカンにトラッシュトークを仕掛けると激しい言い返しをすることはなく落ち着いた口調で俺たちのイラつくことを言ってくるんだ。ちなみに今まで一番イラついたのは体をポンポンとさせながらナイストライだったねと言われてしまったことだよ。正直あれにはムカついたよと語っているんです。このようなエピソードも含めてダンカンがジョーダンから認められるほどの天才だということがわかりますよね。続いてはこの男、アンソニー・エドワーズです。正直エドワーズがと思った方も多いとは思いますが、実はエドワーズはジョーダン本人から若い頃の俺に似ているよと言われるほど今ホットな選手なんです。そして NBA の仕組み上、スモールマーケットのチームはなかなか注目してもらえないという理由でかなり過小評価されている選手の一人です。そんな彼は2020年にドラフト1位でウルブスに入団し、数々の実績を積み重ねています。またエドワーズはオフェンス面だけでなくディフェンスも NBA世界のトップレベルの記録を誇っているんです。特にオンボールの場面ではリーグトップのスコアラーを自らマークして完璧にディフェンスをこなしてしまうシーンもよく見られており、それらの実績からはリーグ屈指のディフェンダーではないかととあるキャスターも言うほどの実力です。オフボール時のディフェンスにはまだまだ伸びしろがあると言われていますが、あと 2,3 年もすればオールディフェンシブチームの一員になるのではという意見も多く集まっています。それだけエドワーズはジョーダンに近しい結果を出しているということにもなりますよね。またエドワーズ自身もジョーダンと比較されていることを意識しており、身長が伸びたエドワーズはある日のインタビューで198センチになったらついにジョーダンになってしまうよと発言しており、これに対してチームメイトのベバリーも、僕は彼に言ったんだ、君はマイケル・ジョーダンになれるチャンスがあるとアドバイスを送っていました。他の日にもエドワーズは、今日の俺はブラックジーザスだったよとコメントをしていました。You're like black Jesus. これはジョーダンが以前自身のことをブラックジーザスだと語っていた時と全く同じ発言をしているんです。He's like, be sure and be careful, you never talk to black Jesus like that. またエドワーズは他にも、俺はプレーができるのにプレーをしないスター選手がいる、この今の世の中に満足がいっていない、確かに選手にとっては何百試合もあるうちの1試合だけど、観客からしたらやっとの思いで NBA のチケットを買って見に来てくれているのかもしれないし、一生に一度の試合かもしれない、だから俺は全身全霊をかけて全ての試合に挑んでいるんだとコメントをしており、この考えはジョーダンのメンタリティそのものなんです。これにはさすがのファンも、メンタルまでジョーダンそっくり
くり、ついに本物のネクストジョーダンが現れたとコメントをしています。ちなみにエドワーズはジョーダン本人からもネクストジョーダンを公認されているほどなんです。ジョーダン曰く、君は僕の若い頃にそっくりだし、当時の僕に比べてもフィジカルもあるし、体格もいい、運動神経も優れているよねと、これでもかというほどにベタ褒めをしています。正直21歳という若さでジョーダン本人からネクストジョーダンを公認されているのはすごすぎます。今後のエドワーズの活躍が楽しみで仕方ないですね。続いて紹介するのはコービー・ブライアントです。コービーといえばブラックマンバの愛称で呼ばれることも多く、ジョーダンのようにトラッシュトークをすることが多かったり、バスケに対しての情熱が高すぎるという面でもジョーダンに似ています。そんなコービーはジョーダンと対戦することも数多くあり、プライベートでも電話をしてお互いに情報交換やバスケについて語り合うことも多かったそうです。またコービーはジョーダンのプレーを常に研究しており、実際の試合でもコービーはまるでジョーダンがプレーをしているのではと思わせてしまうほどに動きを完璧にコピーしたようなプレーを連発し、ジョーダンがよく行うプレー中に舌を出す仕草を真似たり、フェイダウェイを完璧にコピーしたりしています。そんなコービーについてジョーダンは、彼のプレースタイルは俺と似ていたし、コービーは俺と同じスタイルを突き進むことをやめなかった、そのメンタルを本当に尊敬しているよ、彼のメンタルは本当にタフだったし、精神的な面で言えば俺より上なんじゃないかな、彼は本当に努力の天才なんだよと語っています。確かにコービーといえば尋常じゃない練習量とバスケに対する熱量は歴代の NBA プレイヤーの中でもナンバーワンと言っても過言ではないですからね。個人的にコービーとジョーダンの2人のバチバチの対決を見るのが本当に好きでした。ある日のインタビューで、全盛期の時に本気でワンオンワンをしたい選手は誰ですかと質問をされた時に、ジョーダンはそうだね、コービーかなと答えており、ジョーダンにライバル認定されているコービーがどれだけ偉大な選手か改めて再認識させられました。続いてはステフィン・カリーです。カリーといえば歴代最高のシューターと言われており、スリーポイント成功率で NBA 史上ナンバーワンの成績を誇っています。そんなカリーももちろんジョーダンに目をかけられている一人の選手なんです。カリーといえばキャリアの中で4度も優勝しており、ウォーリアーズ王朝時代を築いた一人の選手です。またジョーダンは6度もブルズを優勝に導き、ブルズの王朝時代を築いた選手なので、そんな2人はプレースタイルは異なるものの、チームを先導し優勝に導き、新しいプレースタイルを編み出してきたという点では何か似ているものを感じますよね。そんなカリーのことをジョーダンはシューターとして文句のつけようがない選手と語っています。これまで数多くのシューターを見てきたジョーダンが発言するくらいなので、それだけ認められているということなんでしょう。また歴代最強シューターのレジー・ミラーもカリーについて、ドリブルからあれだけスリーポイントを決め、さらに遠距離からも決めてくる、そんなシューターは今まで存在しなかったよとベタ褒めしてしまうほどなんです。現役で言えばレブロンやローズなど名だたる選手がカリーのことを歴代最高のシューターと言っています。そんな最高峰のスリーポイントシューターであるカリーに対してジョーダンは、彼は確かに素晴らしい選手だけど、でも殿堂入りするような選手ではないね、まだまだやるべきことが多くあると思うとジョーダンはカリーに対して辛口コメントを送っていました。この辛口コメントに対してファンからは、いやいやそんなことないだろ、今の NBA を背負っているのは間違いなくカリーなんだなどのコメントが殺到し炎上しかけていました。しかしこれには裏話があり、当時のジョーダンはホーネツのオーナーをしていたため、カリーに対して過度な評価をコメントしすぎると NBA からリクルート活動かと疑われて罰金処分を食らう可能性があるため、こういった発言をしたのではと言われています。ジョーダンから最高のシューターと言われるカリーは本当に素晴らしい選手ですね。僕らが画面の中で見ているよりもっと天才なのかもしれませんね。ということで今回はジョーダンが心の底から認めた選手6人を紹介してきました。皆さんが思う天才とは誰ですか？コメント欄で教えてください。またこの動画が面白いと思った方は動画作りの励みになりますので、チャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。それでは。